仕事との調整ってやっぱりなかなか難しいもんあったんですか、あの否認してとかいうようなことは。いやでも普通にしてたんですけど、それでもあの授かっちゃったんで、だからこれは運命だと受け止めようと思って、それはお互い仕事があったし、それは先のことも考えてましたんで、それは気をつけてましたよ。ちゃんと気をつけてたのに、それでところがやの、ブンッと外したもんでよ。若いからしょうがないですよ、若いから。僕はびっくりしたんですよ。えってなって、まさかと思って、でもそれでもちゃんと病院行って。そこがあって、あとセックスで会うか。体の話ですか。これ大事大事大事。それはでも合わないと。バッチシバッチシ。そこだけ強調して。僕はそんな大事やな。これ本当ね、それ隠しちゃうからダメなんです。夫婦で一番重要なんですよ、それ。なあ。そうなんですよ。そこが合えばずっと仲良くいけますから。あでも。